皆さんこんにちは、ロキです。私はですね、フリーターで副業からカメラ転売を始めて、3ヶ月後に独立を果たし、4ヶ月後に月収50万円を超えて本の出版が決まりました。今ではですね、ブログや YouTube などを通して、私の経験をもとに、こうしたノウハウを情報発信させていただいております。今回はカメラ転売の高値売り、正しいリサーチの考え方ということでお話ししていきたいと思います。これはですね、私が今までカメラ転売の経験を通して様々なリサーチを考えていたんですけれども、今最も自分の中でですね、正しい考え方なんじゃないかと、自分自身で自信を持っている考え方のご紹介なので、しっかりと勉強していただければと思います。それでは中身に入っていきたいと思います。まずカメラ転売の仕組みについてお話ししますが、これは当たり前の話なんですけれども、カメラを安く仕入れる、そして高く売るというのがカメラ転売の、本当にシンプルな仕組みになります。ただですね、言葉を聞くと皆さん、いろいろな想像があると思うんですが、ここではっきりとさせておきたいことがあるんですね。それは、カメラを安く仕入れるというのは、そのままなんですけれども、この高く売るということが一体具体的にどういうことを指すのか、これは私の考え方になるんですけれども、高く売るということは、相場の一番高値付近で売るというふうに、私の中では定義づけています。この相場というのがですね、カメラの相場を検索するオークファンというツールがあるんですけれども、このオークファンで、カメラを検索した際にですね、一番高く売れている商品の値段を基準に、考えていくというのが、ベースになります。ここで、私の考えの中でですが、間違った認識ということで、高く売るということが、相場の範囲で売ることではないと。これはどういうことかと言いますと、相場、1万円から2万円のカメラがあったとします。そしたらですね、相場の範囲で売るということで考えていきますと、1万円から2万円の範囲内で売れればいいといった発想になるんですね。で、この発想で、カメラ転売をしていくとですね、例えば仕入れる際に、1万2000円で仕入れてしまった場合、赤字になるリスクというのが非常に高くなります。これはですね、考え方によるんですが、高値売りという、ベースがない状態でカメラ転売をやってしまうと、1万円以下で、カメラやレンズを仕入れないとですね、確実に利益が出るという、考え方が、非常にしづらいんですね。要は赤字が出てしまう確率が高くなってしまうんですね。ですので、どういうことが起きるかと言いますと、仕入れるその商品の値段が、1万円以下で仕入れないと、売るときも安心できないんですね。もしかしたら赤字になってしまうかもしれないといったリスクが増えてしまって、1万円以下で仕入れようという意識が強くなってしまうために、実際にですね、こういった安く、本当に安く仕入れられる商品っていうのはなかなか見つかりません。これは私が実際にカメラ転売で、もう何時間何十時間と1日にリサーチをした結果、本当にですね、1日1品見つかるか見つからないかとか、そういった、レベルの、作業になるんですね。これはかなり非効率なリサーチになります。ですので、ここで非常に重要になってくる考え方というのが、少なくともですね、1万円から2万円まで相場があったのであれば、1万5000円以上、もしくは2万円前後で売っていこうと、初めに、決めてしまうんですね。私も商品を仕入れる際に、ゴールをまず決めてしまいます。オークファンで調べて、その高値で売れている金額、ここに、照準を持っていこうと。できるだけ、この金額付近で売ろうと。そのためにはどうするかといった形でリサーチを、始めていきます。
もちろん確実に2万円以上、2万円前後で売れる保証はないんですが、あくまでもこういった考え方のもとにリサーチをしていくことで、少なくともですね、1万5000円から2万円近辺で売れるスキルというのが身についていきます。はい、要するにですね、具体的な販売スキル、これが非常に重要になってきますし、必要になってくるわけです。そのためにはですね、ただやみくもに、多くファンを見て、相場を見ているだけでは、当然高値で売るということはできません。ですので、多くファンでデータを見てですね、しっかりとした売り方、根拠のあるリサーチというのが必要になってくるんですね。ここでリサーチと一言に言っていますが、私の考えるこれはリサーチの考えなんですけれども、例えばですね、今日1日終了分の商品を一から全部見ていくというリサーチ方法も当然あるんですけれども、このやり方で、売れる商品、利益を出せる商品を見つけるというのは非常に時間がかかります。ないわけではないです。もちろん探していけばですね、カメラカテゴリーの商品、1日に終了分のカメラの、数というのは非常に多いので、探せば当然あるんですけれども、それなりの時間がかかります。副業で始めようと思った場合に、このリサーチ方法で、やろうとするとやはり、仕入れられないといった日も当然続いたりですね、なかなか安く仕入れられる商品を見つけることというのが結構難しくなってきます。そうすると、もし初心者の方で言えば、途中で力尽きてしまってですね、これはもう稼げないなと諦めてしまう、要は再現性のないノウハウになってしまうんですね。ですから、ここでのリサーチというのはあくまでも、データに基づきですね、いかにして高く売っていくかっていうのをやっていくのが、私の中でのリサーチという考え方になります。はい、商品ごとに高値で売る、しっかりとしたリサーチ、そうすることによって高値で売るための、販売スキルが向上していきますと。要は初めにですね、いくらで売りたいというふうにゴールを決めることによって、高値で売るための販売スキルがどんどん向上していきます。この考え方を、最初にやるのと、やらないのとではですね、その後の作業量であったりとか、リサーチの時間、そういったものにかなり影響が出てきますので、同じ例えば50万を稼ぐと言った時にですね、やっぱり楽に稼ぎたいじゃないですか。私もですね、このリサーチの方法に気づく前はですね、ものすごく必死こいて、30万、40万、50万と稼いでいました。ただこの考え方を、改めることによって、新しいリサーチをすることによって、非常に楽にですね、50万円を稼ぐことができるようになっているので、ここはしっかりと押さえていただければと思います。まとめますと、リサーチ、というのは、高値で販売するための売り方のリサーチであって、相場より安い商品を見つけることだけが効率の良いリサーチではないと、ここはしっかりと押さえてほしいんですね。はい、高値売りをマスターして相場の範囲内の商品もゲットできるようにしましょうと、いうことで、まあ、1万円から2万円までの、商品が、相場の商品があったとしたら、1万5000円から2万円ぐらいの、ところで売れるスキルをいち早くマスターしてですね、1万5000円以下の商品はすべて仕入れられるようにすると、こうすることによってですね、仕入れられるターゲットも非常に多くなります。そうすると、1日のですね、作業量も圧倒的に減っていきますので、まずは、闇雲に安い商品だけを探すリサーチというのを一旦やめてですね、いかに高く売るかということにリサーチの、考え方をシフトしていくことによって、その後の1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月あなたが楽にカメラ転売で稼げるスキルというのが身についていきますので、この辺の考え方というのをしっかりと、持っていただければなと
思います。まあ、少なくともですね、こうして私の動画を聞いていただけるあなたであればですね、何かのご縁かと思いますので、もしですね、今カメラ転売をされていてなかなか時間はすごく使ってるんだけども、利益が出ないと、言った悩みを抱えている方も非常に多いと思います。こういった方はですね、少し、私のこの声を聞いていただいてですね、リサーチの考え方というのを少しずつ変えていっていただければ、効率よく楽にですね稼げる、ようなものが身についていくと思いますので、この辺もしっかり頭に入れておいてください。それでは今回の動画をこれで終わりにしたいと思います。私は先ほどお伝えした通りブログなどもやっていまして、そちらから、こういった動画とはですねまた違った角度からの情報も流しておりますので、下記のリンクからですねブログなどもご覧ください。また、動画もどんどんこれからアップしていきますので、よろしければチャンネル登録していただけると、すぐに私のチャンネル、番組がですね、見れるようになりますので、そちらの方も合わせてお願いいたします。それでは最後まで聞いていただきありがとうございました。